日立航空基地場工場で製作された津11。津11とは第二次世界大戦末期の日本で少数が生産されたモータージェットエンジンである。特攻兵器硬二22型に搭載することを主目的として開発が行われていた。水力2 2 0ム g 硬二22型。機体後部につ11用の空気取り入れ口が設けられている。 国立航空宇宙博物館に展示されている津11を搭載した大オ二オ22型。津11は圧縮機駆動用のレシプロエンジンとしてガス原生の4シリンダー空冷直列型エンジン初風を使用していた。圧縮機は一段であり、その後に燃料噴射、点火装置が設置されていた。圧縮機で圧縮された空気が燃料と混合され、その燃焼による ジェット噴射で水力を得るという基本的な仕組みは、カプロニカンピニ N1 に搭載された、モータージェットと同様である。もともとツ11は、オーカ11型の航続距離を改善するために、開発された。オーカ11型は、固体燃料ロケット機で加速力が非常に優れていた。反面、燃料がすぐに燃え尽きてしまうため、航続距離が短く、オーカの母機は、 目標近くまで危険を犯して接近する必要があった。そのため桜花を発射する前に、母機ごと落とされてしまう場合が多かったのだが、モータージェットを搭載すれば、速度と航続距離を必要十分なだけ確保でき、母機は安全圏から硬貨を発射できると考えられた。試作されたツ11は、銀河の機体下部に装着されて1944年にテストされ、 結果は良好であった。そこで、王カ11型の機体後部を延長し、空気取り入れ口を設けて津11を搭載できるように、した、下、王二22型が開発された。また、ツ11は、収水の訓練用グライダーである秋花に搭載することも計画されており、まだ、ターボジェットエンジンの開発の目処が立っていなかった頃に、立花のエンジンとしても広報に上がっていた。しかし、 王二22型はテスト機が完成したのみで実際に使用されることなく終戦を迎えた。2007年現在、唯一現存している王二22型がワシントン DC にある国立航空宇宙博物館に収蔵されている。1997年にレストアが行われた際、専門家がエンジンの性能について分析してみたところ、津十一の 燃焼ガスによる水力はそれほど大きくなく、水力の大半は圧縮機の有無、圧力差によっていることになったのではないかと推論された。ありがとうございます。